ロイアロ、カロイアロがジョーンズを押し込んで、カロイアロ決めた。2回目が落ちる。おっと、木下が粘っていた。木下が狙っていました。タイムアウト、 FE 名古屋。残してハマー、木下、木下が作り直す。ショットクロックがもう7秒。そうですね、7秒なんで木下が打つ。スリーポイント、おー決めた。これは大阪にとって大きい。今右で打ったシュートもうまいですよね。ほうほうほう。スリーポイントは来た、打ち抜いた。橋本選手、橋本、いやー、浜田選手も飛んできましたけどね。そうですね、ここですね、ロングですね、ロング。うわ、ここは沈めてきた。ここ大阪今もうタイムアウトないんで。あ、そうですね、そうですね。ここ逆サイド、田島回って、イーオーはどうだ、来た。あ、よく決めましたね。イーオー、ハマー、ハマー、スピンムーブ、左手決めた。これうまかったですね。佐渡原、お、奪ったか、カロイアロ、ユーカーのルーズボール、あ、田島につなげて、そして田島のフィニッシュ、来ないが、ハマーがフォローしました。そうですね、しっかりボールムーブ、危ないですね。ここも奪った、いいよ、奪って、レイアップでした。これは来ないが、オフェンスリバウンド、ジョーンズ。あっと、同じような形で、2対1、田島、ゴーダへ、ゴーダレイアップ。ハマー、ゴーダ、田島、ゴーダ掴んで、ハマー、スリーポイント。落ちて、ここはカロイアロがフォローしました。そしてすぐにジョーンズ、カロイアロ、橋本、ワイドオープン、スリーポイント、決めた。カロイアロ、カロイアロ、ダブルチームで行ったが、その中カロイアロ、リバウンドも取れますし、はい、あ、チームオフェンスをで、こう小村選手を使っていくようにした方がいいと思いますね。いいよ、ここもいいよ、決め切りました。中で竹内、竹内対鍵富、ジョーンズの手が伸びてくる中、竹内が決めた。このメンバーならやっぱ相馬選手に打たす感じが一番いいんですよね。ここは打ち抜いた、ゴーダ、ゴーダが来た。そして田島、引きつけて田島が決めた。竹内が面を取った、竹内対相馬、逆サイド橋本、パスフェイクを一つ入れて、橋本打ち抜いた。あ、でも、カロイアロスリーポイント、あ、ショットクロックギリギリ、いや、空いた。西川スリーは来ないか、竹内リバウンド、田島前に出して下からすくい上げて、田島決めた。ここは交代、根頃、竹内対根頃、カロイアロ、ここはもう FE は2点 OK と見たか。おっと、根頃に入れようとしたところで竹内がスティール、前へカロイアロ、これ決めて 1.5 秒、ここまでという形になりました。さあ、ここはフリー、まあ、最後までリードを守りきりました FE 名古屋。